例えば1日の間に僕がやる仕事は3時間以内、普通の人には無駄に見えるかもしれないけど僕にとっては贅沢っていうね。なるほどなるほど。ガクトさんの思考を司っているプライオリティっていうのはどういったものが上に上がってきてるんですか。キーワードとかで挙げるんだとするならば、それはどういう意味で。ガクトさんがこう、まあ、思考がその人の行動を決めるというんであれば、その思考は何をプライオリティにして、それをもとにどういうふうに行動が伴うとかあるじゃないですか。1日の時間の振り分け方、その1日24時間しかないわけだから、はい、その24時間の振り分け方を僕が決めた時間で行動できるかどうか。ほう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 、なるほど。例えば1日の間に僕がやる仕事は3時間以内、で僕が無駄であると自分で感じれる時間は1日にこれだけの時間を取ってっていう、でこれは無駄っていう、普通の人には無駄に見えるかもしれないけど僕にとっては贅沢っていうね。なるほどなるほど、僕にとって時間はもう限りなく有限なんだよ、はい、もうタイムリミットが来てるんだよ。僕はそれをすごく感じて生きてるんだよ。それは寿命って話ですか。そう、だからこそ贅沢をしたい。じゃあ贅沢の定義は何ですか、僕にとっての贅沢は限りなく残されたわずかしかない時間を無駄に過ごす。一日一日。そう。なるほど。その無駄っていうのはみんなにとっての無駄ではない、僕の概念においての無駄、でもそれは僕の無駄っていうのはみんなの無駄とは違っていて、僕にとってそれは優雅っていうの、なるほど、子供なんだよね。そっか。じゃあ優雅っていうことはそこには何の不満もない住む場所であったりとか環境であったりとか食事であったりとかいろんなものが伴うってことですよね。 その条件を揃えるために生活の場所を変える、生活の場所を探しに行く、っていうことからまず僕は始まって、でもそれはあくまでも自分が1日の中でタイムスケジュールがあって、そのタイムスケジュールで動いていく中でそれを何年も何年も繰り返したわけじゃん、僕のタイムスケジュールってパンパンなんだよ、基本ね。そうですね。で本当にソロになってからのスケジュールって恐ろしくパンパンで休みなんかなくやってて、で僕はそれまでにお金を稼げば幸せになれる、って思ってたから、もう金を稼ぐことだけに、こう注力してたんだよ、ところがいくらお金持っても全然幸せになれない。なんでだろうって、なんで満足できないんだろう、なんでお金があるのにこんなにも心が落ち着かないんだろう、幸せを感じてないんだろう、なるほど。でもそれを途中で気づいた時にそもそもタイムマネジメントができてないって、その幸せになるためのタイムマネジメントができてないって思ってからタイムマネジメントをやろうって決めて、1日例えば僕はだいたい1日3時間ぐらいしか寝ないんだけれども、その3時間の睡眠を空けたら2時間は睡眠ではなくお茶の時間に使いたい、まずこれでやろう、でそこから本を1時間読んで、で仕事を3時間やって、でまた1時間お茶で休憩をしよう、でそこからトレーニングを2時間やろうとかっていうタイムを決めた時に、日本にいたらこれできないって僕は思ったんだよね。それは仕事に巻き込まれるからってことですか。他の人たちのタイムマネジメントと僕のタイムマネジメントセンスが違うから。
うん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 、で多くの人が関わっているタイムマネジメントセンスに合わせなきゃいけない社会じゃん、うん、ほとんどが特に今までは、うん、それすら今もう変わり始めてるからねこのコロナによって、うん、なるほど。それはオンラインでズーム上での仕事の仕方が、まあ、そういったものが増えて社会の在り方が根本的に変わろうとしてるから、うん、今まではみんな何の疑問もなく学生は学校に行く、うん、何時に起きて何時にご飯を食べて、うん、何時に出発して何時までに学校にたどり着いて何時間の授業があって、うん、部活があって何時に帰るっていうのを全員同じスケジュールで動かされていた、うん、そこに何の疑問も持ってなかったじゃん、うん、会社もそう朝何時に起きて準備をしてご飯を食べてで何時に電車に乗って何時に会社に着いて仕事をやって残業はこんだけやって、うん、そこから食事に出てで家に何時に着いて、うん、何の疑問も持ってなかった。そうですね、うん、それが仕事をするっていうことだと思い込んでた。そうですね、うん、ところがこのコロナの状況になって、うん、あれ会社行かなくても仕事成立するぞ、うんうんうん、あれ俺学校行ってないや、でも学生だし、でももう1年近く学校行ってない、うん、学校って何で行ってたの？疑問に思ってくるわけですね。そう初めて、うん、何のための学校だったんだろう、うん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 、何のための会社なんだろう、なんで会社はあそこに所在地があって何のためにあそこにあるんだろう、うん、っていう働く人たちや学校に行く人たちと、うん、今度経営する側、うん、が会社が銀座にある必要ってありますか？そうですね、こんな高い家賃を払って会社がここにある意味って何でしょう、うん、っていう経営者が早く気づいた人たちは次のビジネスに移行できるよね。そうですね、でライフスタイルも変わるよね、うんうんうん、あれ今まで会社に行くのが当たり前だと思ったけれど会社に行かなくても仕事が成立するなら、うん、っていう考え方が、まあ、浮かんだとして、うん、これ5年から10年後に会社のシステム変わるよ、うん、どこにいても仕事ができる技術さえ持っていれば、うん、能力さえあればどこにいてどんな生活をしようが生活、うん、要はその会社に勤めることができるっていうシステムが必ず生まれる。そうですね、この時に、うん、その状況になってからそうするのか、うん、それとも今からそれをもう準備し始めて、うん、そうでいれる自分に持っていこうとするのかによっても大きく変わるし、うん、人生は、うんうん、ってこと。なるほどなるほど。確かにその Google とかも渋谷の中心地にでっかいビルにオフィスがあってでもコロナの状況でリモートになって家賃払いっぱなしで大変なのかなと思ったら逆に経費がすごい浮いてリモートのまま、まあ、食堂を動かさなくていい光熱費かからない交通費払わなくていいっていうんでそのまま今のところまだリモートのでの仕事に切り替えてるらしいんですよね。そうってなった時に、うん、不動産のあり方も変わると思わない？そうですね、うん、商業地って何って。うんうんうん、そうでこれは不動産を扱っている人たちからすると商業地の価値が下がることイコール自分たちの食いっぱぐれが起こるわけだよね、うん、だから既得権益によって大きな利益を得ている人たちはこれを守ろうとする、うん、とはいえねって銀座ですよ六本木ですよっていう、うん、これテレビの世界と似てると思わない？いくら YouTube が出ようがいくらいろんなね他のメディアがあろうがテレビですよ、とはいえテレビですよって言ってたのが10年前、う
そして今これデータ調べてくれたら分かるんだけど、うん、広告費、うん、広告宣伝費、はい、ウェブとテレビ今どっちが多いと思う？ああウェブですか。そう、もう抜いてんだよ、うん、そっか。そうですね、うちの会社でも広告ってウェブは結構出してますけど、もちろんテレビなんて出してないですし。だよね、うん、年間か通すと千万ですね、その広告費っていう意味で言うと。で世界全体の広告費がもうすでにテレビではなくウェブに、ウェブの方がもう勝ってるんだよ。であの時に言ってた10年前にとはいえねテレビですよって言ってた人たち、うん、誰って話です。なるほど、うん、その既得権益を持ってた人たちっていうことですね、うん、今まではそのテレビがあったことによって多くの利益を出してた人たちはそれを守りたいよね、うん、当たり前だけど。そうですね、でももう守れなくなってきてるから、うん、これだけ多くの芸能事務所、うん、プロダクションがほとんど解散の危機みたいになってると思わない？そうですね、芸能人から YouTube の方に移る人もどんどん出てきてますよね。っていうか、あの考え方がね、今まではプロダクションっていう考え方だったんだよ日本は、うん、すっごい古いんだよこのシステムって。ようやくここに来てエージェントっていう考え方が生まれてきたっていう話なんだよ。アメリカではもうすでに始まってるわけ、うんうん、エージェントのシステムっていうのは、はい、もう十何年も前から20年近く前からもうエージェントのシステムで動いてる、うんうん、プロダクションっていう考え方はない。プロダクションっていうのはあくまで制作をする側の人たちのことをプロダクションっていうわけで、うんうん、日本はプロダクションっていうと芸能人を抱えてる人たちのことをプロダクションプロダクションって言ってるんだけど、うん、そうじゃないんだよね、うんうんうん、でも大きな利権がテレビに集約されていたから、うん、それが当たり前だと思ってたんだけれども、このコロナのタイミングと相重なって、うん、多くのプロダクションが今いろんな人たちが辞めることになって、しかもそれが加速的に動いてるよね、うん、そうですね、大手事務所の崩壊が始まってるじゃん、うん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 、でしかも大手事務所の崩壊がポロッと始まった瞬間に流れのようにどん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 いろんな人が辞めて、うん、あれだけ強かった事務所が今すっからかんになってるねっていうようなことが起きてるわけだよね、うんうん、そうですね、個が求められる時代、うん、個でも戦えるっていう、うん、よりインディビジュアルな時代になってきてるのが分かりますか、うん、っていう話、まあ、適応できればって話ですよね。そう、うん、今までは誰かの大きな傘の下にいれば利益が出てたものがそうではなくて、うん、いかに個が大事かっていうことに立ち返る時代にもうすでに入っていることにまだ気づきませんかっていう話。うんうん、そうですね、発信力とかも個が求められるような、個が持つような時代になってますよね。まあ、発信力を個が持つって一般の人からするとすごいハードルが高い気がするんですけども、こうやっぱそこも適応していかないとやっていけないというか結果を出していけなくなりますから。言い方が違う、難しいのは当たり前、うん、なるほど、難しいのはどの仕事をしても難しいから、うん、当たり前だけどそこには先行利益がありますよって話。うーん、なるほど、うん、先行利益ってボーナスみたいなもんだからさ、うん、難しいっていうのはどの仕事だって難しいよ、簡単な仕事なんてない、うん、だけどどうせやるなら先行利益のある方がいいっていう考え方、うん、いいんじゃないのって、そういう考え方があるんじゃないのっていうふうに思ってもいいんじゃない、うんうんうん、で実際に難しいのはさっきも言ったけど難しいわけで、うん、でもみんなさそれでうまくいってから後から見た人がやっぱあれ儲かるんだ、うん、俺もやろうっていうふうに言ってるけど、うん、でも実際にやり始めた人たちっていうのは多くの先行利益を得て、もちろん苦しい思いもしてるわけだから、うん、
なかなか勝てないのは当然だよね。うんうん。Please go home safely. Don't forget to always walk.